こんばんは。ちょっとチョコ食べてたから、始まる前にもぐもぐ。こんばんは。今日はテロップにもあるんですけど、オンラインお話し会でした。来てくださった皆さんありがとうございました。実は23歳ラストのお話し会で、もう皆さんとお話しできるのがもうね12月、私12月になったら誕生日になるんで、多分ないので。ライブもね、私は11月も出なくて、フェスが25にあるんですけども、それぐらいなので本当に会える機会が少ないんですけど、今日はねお話できて楽しかったです。ありがとうございました。勤労感謝の日ということで、今日はなんか休みの方が多かったんですけど、お仕事が、私はあいにく仕事でした。勤労感謝の日はあいにく仕事でした。ズーン。でも明日は久しぶりのオフなので、もうね今から楽しみでね、何しようかなって考えて、私は最近スイッチを買ったので、スイッチで一日中遊びたいと思います。嬉しい、休みだ。休みだ。そう、ゲームいっぱいしようかなって考え中。わあすごい、とありがとう。かわいいんだけどね、これ。わあありがとうございます。こっちか。すごい、今なんか隅っこの小さき命たちが小さき命たちが、タワーが、ありがとうございます。しおさん、タワーありがとうございます。ちょっとね書かせてください。すごい、今めっちゃすごかったよね。書きます。しおさん、かわいい。今隅っこ暮らしのタワーなんだね。よいしょ。しおさん、今日お話し会ありがとう。もう感動しました、お話ししててありがとう。ありがとう。しおさん、タワーありがとうございます。すみっこ暮らしのタワーでした。大変失礼しました。またお話ししましょう。お話し会ありがとう。めっちゃ楽しかったです今日は。サンキュー。嬉しい。すごい熱いお言葉をね、今日はお話し会でいただいてね、しおさんからもそうなんですけど、もうめちゃくちゃ嬉しかったんですよ。ありがとうございます本当に。もうすぐ生誕祭もあるんですけど、すごいね、平日の木曜っていう、金曜じゃなくて木曜っていうね、すごいあの来にくい、休みが取りづらい日なんですけど、もしよかったら遊びに来てください。余裕があればでいいんですけど、なかなか難しいかな。今日はなんか
生誕祭行けないよって人がすごい多くて、いやちょっと心配になってきたまあ全然ね、あれでも大丈夫です。リアルっていうか DMM の配信でも大丈夫ですもしね、もしお時間よろしければ。大変よね、でも広島まで来るの。12月14日にお待ちしてます。ショート似合ってる。ショートってほどではないんだけど、なんか今日は鎖骨が出てるじゃないですか。なんか多分鎖骨出たらより短く見えるんだよね。すごいギフトありがとうそうなんですよ、髪の毛切りました。切ったのは結構前なんですけど、まだちょっとなんかいいヘアアレンジが見つかってない。輝いてる鎖骨出すから。そう、今日は鎖骨が出る服なんですよ。でもね、お話し会中もなんか寒すぎて、こっちタイプにしたんですよ。ちょっと寒くて、いやちょっと上げてね、で熱くなったらまたこっちにするって。だからちょっとお話し会によっては部によってはね、なんか服が違ったと思うんですけど、一応ね一応こういう感じでございます。コンプラどうなっとんねん。いやね、あのね、おじさんたちはね、みんなねコンプラコンプラって言うんやけどね、もう私がじゃあ教えてあげよう。今のね若い女の子たちは鎖骨を出すのが流行ってるの。ちゃんとチェックしとき寒い中頑張ってるからチェックしとき。で、あ、寒そうやなって思っといてそんなにコンプラじゃないんよ、世の女子たちは。ちゃんと分かった、把握しとき。でも寒いのは本当やから、寒そうだなって思ったらあったかいダウンでもかけてあげて。でもそんなこと知らない子にしたら捕まるから気をつけて、親戚の子とかにしてあげて、寒いのかって。あと娘さんとかね、そんな格好して外出るじゃないって多分鬱陶しがられるけど、10年後とかにお父さん優しかったなって思うよお父さんあの時優しかったなって思うよ、多分自分が子供持つようになったら。そう、コンプラどうなっとんじゃんってどうなっとんねんじゃなくて、肩出してくれてありがとうだろうそう、それいいね、肩出してくれてありがとうってへそ出し禁止の上に鎖骨禁止。ST は別にお話し会はおへそも鎖骨も出して大丈夫だから、プライベートがダメなだけで。あと鎖骨はさすがに禁じられてない。でもちょっとあれはね、タンクトップはちょっとレッドカード説深まってきた。もうソラハは大ピンチソロハチン大ピンチ。そうなんです、プライベート禁じられてる。プライベートっていうかレッスンとかかな、レッスンとか仕事に行くときとかがダメ。いやちょっとおしとやかに行けます。謎ルールです、私が今すぐ改正したいルールです
なんでドラさんはコンプラギリギリが多いんだ。違うよ、教えてあげるよ。じゃあ逆ドラさんがじゃないんだって、世の女子たちはもうこういうのが流行りなの教えてあげるよ、そういうの、そういうのなの。髪型とよく合ってる、ありがとう。世の中の女子のこと教えてくれる姉さん、何でも聞いて、何でも聞いて、ポンコツ知恵袋だよなんだっけ AI のやつ、なんとかチャット、なんだっけ GTA みたいななんだっけチャット GPT、 そう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 、そういう感じ。チャット GPT おきぼ Hey おきちゃん、優しい男とは。すごい、チャット GPT にそんなお寿司屋さんみたいな問いかけ方する人なかなかいないけど、そうやねん、教えてあげよう。優しい男とは、ででん、何をもって優しいかによるんですけど、私にとっての優しいは何でも肯定してくれることです。もう肯定してくれない人はもうね、ぐしゃぐしゃぐしゃっと、まあ、そこまではしないけど、私にとっての個人の意見そんなん、そうよ、個人的意見よ。全肯定、いやでも全肯定されすぎてもなんかあんま良くない、なん難しいね。なんかどうでもいいことは肯定してほしい。何食べるとか、あじゃあうどんと言った時にええー、とか言われたらもう泣くかもしれない。でも私がもしもなんかさ、こうこうちょっとやばいことに手出しそうになった時はさすがに肯定しないでほしい。そこはそんぐらいの塩梅で頼む、よろしくお願いします。肯定しつつもたまに意地悪したくなる。意地悪されたら嫌だな。キュートアグレッシブだっけ、なんか知ってる、なんかそういうの言うよね、可愛いものほどなんか痛めつけたくなるみたいな症状、ちいかわとかで起こりがちの症状、キュートアグレッシブそれ私になる人あんまいないと思うけど、やめてください、泣いちゃうよ。はあ、アグレッションか、キュートアグレッション、ちいかわになっちゃう、わあ、はあ、はあ、はあ、泣いちゃった。アイドルファンって基本甘やかす人多そう。いやそうよ、アイドル好きな人、まあファンの人は甘やかす人多いよ、多い、めっちゃもう全肯定って人も多いけど、女性アイドルに限ってはその甘やかすファンの群れの中にスパイシーにめっちゃ厳しい人もいるの。なんやろね、この割合でなんかもしかしたら統計学を出せるんじゃないかってすごい思うのなんかピリってくる、なんかいたいたみたいな、こう砂糖の中になんかこうピリッとくる、見たらいるのよ、めっちゃ厳しい人。ファンなんだよね、なんか誰か研究してないのかな、うん、
なんて言われるん、なんて言われると難しいよ、そんなもう思い出したくない、あの記憶のパンドラの箱だから開けちゃあかん。なんて言われてるの、ちょっとあんま覚えてないですね。もうこう閉じに閉じて閉じ閉じやけ。あ、今はい、ちょっと厳しいお言葉、はい、オキちゃん美肌加工強すぎて鎖骨消えてるやんけ、あ、これちょっとスパイシー、 あった、じゃあ加工取ってみよう、レッツ、ならない、あった、私は確かに 生卵加工をしているよ、じゃあ取ってみよう、でもね鎖骨が出るってどんぐらいよ、あ、出てきたよ、でも顔がね今赤いんよ、なんか出てきたよ鎖骨が、ほら浮いてきたよ浮いてきたよ、ほらほら、これでいいんかいこれでいいんかい、ちょっとねあんまりね今日はちょっとあんまりお肌のメイクをしてないからちょっとサボってたんよ、許してや、そんぐらい許してや、メイクしない日があった方がいいよ、いやそうだよ、明日はもうメイクしないって決めて、もうでもボロボロ無加工肌、ほくろが、ほくろが、目立つ、あんま好きじゃないよほくろいっぱいあるから、ぐぬぬぬぬ、ぐぬぬぬぬ、なんやねん、鎖骨出したやろが、鎖骨出したやろが、どや、ぐぬぬぬぬ、ほくろかき足すブームがあるらしい、あれ、なんかこの間なんかメイク用品見に行ったらさ、ほくろを描く専用のアイライナーとか売っててさ、びっくりしたもん、なんじゃそれやと思って、顔中ほくろだらけだから描き足そうってあんま思ったことないけど、でもなんかいいらしいね、こう中顔面を埋めるのに、なんかそんな専用品ある、え、私も初めて見た、売ってた、使ってる人いるかは分かんないけど、最近ね、なんかあのホグワーツレガシーやってるんですけど、ハリーポッターのスイッチのゲーム、あれでキャラメイクめっちゃできるんですけど、もうなんかそこで止まっちゃうんですよ、キャラメイクでね、すごいいろいろあって、もう肌とかもなんかツヤツヤとかじゃなくて、もうあざとかそばかすとかほくろとかなんか何でもできるんですよ、でもうね、なんか私のキャラはね、なんかめちゃくちゃここにかっこいい、なんかもうハリーもびっくりするぐらいのここにあざがめっちゃあるキャラクターになって、ここら辺になんかハリーポッターといえばやっぱりあざがね、ハリーもここにおでこに稲妻のあざがあるんですけど、え、でもね、なんかちょっとなんか若干日本語変なところがちょっとあって、なんか最初にいろいろ画面設定とかカメラの感度とかこういろいろ設定するんやけど、なんか画面の明るさの設定の時になんか暗くなるまで設定してくださいみたいな日本語で書いてたから、なんかこう明るい暗いってあったらこう暗い方にバーを持ってってこう暗くしたんよ、
でめっちゃ真っ黒やなって思ったけど、なんかそうしてくださいって言われたからずっとそうやってキャラメイクもめっちゃ真っ黒だな、あんま見えないなって思いながら作ってたんですよ。でずっと自分のキャラもよくわからないままゲーム中盤っていうかまあ途中まで進めてたんやけど、 SNS 見たら画面真っ暗にしてて書いてるけどしなくて大丈夫ですって書いてあって、なんかあれちょっと日本語がちょっと間違ってるだけなのでみたいな、だから速攻それ見て設定で明るくして、そしたら初めて自分のキャラが見えて、そしたらここにめっちゃ大きなかっこいいあざがあって、なんじゃこのキャラは、私が作ったキャラだみたいな、初めて発見しました。男の子にしました。やっぱハリー、第二のハリーを作りたいなと思ったんで、ちょっとハリーに似せたいんやけど、目の色も変えれる、目の色も変わってたんだろうけど、なんかもう画面が暗すぎて何色になったのかもちょっと分かんなくて、男の子にした、男の子にした、見せたい、めっちゃ見せたいけど、なんかめっちゃ普通っていうかさ、なんか最近のゲームってなんかもうね、なんて言うんだろう、めっちゃ普通の顔立ちなんよね、キャラが。え、なんて言ったらいいんだろう、なんかこうファイナルファンタジーとかってさ、もう作り物ぐらい美形じゃないですか。もうなんか全然そんなことなくて、もうめっちゃ現実世界にいそうな顔私のキャラもなんか多分ヨーロッパとか行ったらいそうな感じのいそうな感じのやつキャラです、うん、すごいよ、クオリティ高い。ちなみにリョウはスリザリンになりました。最初に組み分け帽子で選べるんですけど、なんか質問に答えてって、そしたらスリザリンになりました。今はスリザリンの5年生です。なんで5年生からっていうと、なんか主人公が1年生から入らずに5年生から途中編入してくるっていう超特殊キャラなので、スリザリンの5年生だけどホグワーツ初めましての1年生っていう超複雑設定なキャラです。今途中までやってる、楽しい。ハリーポッター好きだからめっちゃ楽しい。なんかなんて言ったらいいんだろう、なんかもうホグワーツとか歩くのが楽しいです。ハリーの息子もスリザリンだったよね。ハリーの息子スリザリン、スリザリンとグリフィンドール一人一人ずつかな、二人いて、名前なんだっけ、なんかアルなんとか、なんかスネープなんとかみたいな私結構ハリーポッター好きなんですよそんなでもガチ勢と一緒にしたらあんまりかもしれないけど、一応ね結構好きです。で今やってます。あとはマリオとか、うん、セブルスポッターか、そう、ハリーポッターの息子はなんかスネイプ先生の名前をもらって息子につけたんよアルバスセブルスポッター、わーすごい覚えてる人がいるなんてそうなんよ、今やってます。ここにあるんだけど、もうね今日もお話し会終わって休憩時間やってみたいな、ずっとこうちま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 進めてるから、ちょっとねやってみようかな、この後終わったらやろうかなって思ってるよん。よいしょ
スイカゲームやろう。スイカゲームある入れてるよ。でもなんか今はちょっとハリーポッターの方ずっとやってる。ゲーム実況できたら、ゲーム実況ね、マイハさんとか言ってるけどね、あれはでもなんか PC 持ってないと結構大変そう。そうなんよ。スイカゲーム何点ぐらいいく？え、今何点ぐらいだろう。ゲーム画面出していいの？そう、出していいらしい、ショールーム。すごいよね、なんかショールームでさ、ゲーム実況できた。ここら辺とかに、だから、ゲーム画面がつけれる。すごいよね。なんかやり方聞いたけど難しくて。なかなか難しかった。機材買わないとね。確かに。おきちゃんがゲーム実況したら絶対面白いと思う。私一人で喋りながらゲームやってる。恥ずかしい。一人で。きちゃん、やっほー、やっほー。こんばんは。そうなの。あと今 TikTok 絶賛、なんか私めっちゃなんか最近ちょっと出る習慣っていうか、結構多分今後も頻度高めで出てくるんで、よかったらチェックしといてください。この間 TikTok 撮影してきたんですけど、あのボムのメンバーでココアさんとチオさんとサーヤンと私でやってるんで、よかったら見てください。今はね、なんかダッシュウカっていうね、ファブリーズ持って私がファブリーズを振りかけるっていうシリーズあるんだけど、なんかあれココアさんたちがつぼって、なんかいっぱい撮ったの。なんかもう私は満足したんだけど、2本ぐらいでココアさんたちが持ってたらみたいになって、なんかもうめっちゃ撮ったんよ。でだからちょっと流行らせないといけないから、ちょっと楽しみにしててほしい。私もなんかあのプジュとか踊りたかった。私なんかファブリーズ振るだけのTikTok ばっかり撮って、チャチャンチャチャランチャンチャンチャチャンチャチャランチャンチャンって。初チェキ届いてありがとう。お、よかったです、ありがとう。そうなんよ。私も撮りたかったよ。プロデュースの方が。まあなのでちょっとね、あの私の思いを組んで、よかったら見てみてください。デコルテ綺麗、ありがとう。声カサカサだったね今。よろしくお願いします。 TikTok の方も何とぞ。よいしょよいしょ。この間ね、昨日か、あの一昨日から昨日一泊二日で沖縄行ってたんですよ。でもうなんか沖縄めっちゃ暑くて、仕事で行ってたんですけど、もうめっちゃ暑くてタンクトップと半袖みたいな、周りのみんなで海入ってて、なんかすごかったです。めっちゃもう南国って感じやった。25度とか26度とかでした。
そう、海入れてた。ギフトありがとう。そうなんよ。でも J アラート鳴ってね、もうめっちゃ怖くてホテルで寝てたんですよ、10時ぐらいに。でまあアラームもかけてて、もうアラームかと思ったら J アラートで、もうねなんか音が大きすぎてもう心臓飛び上がりまくり起きて、でしたらさ、なんか避難してくださいみたいな、携帯にね通知が来るの、地下に行ってくださいみたいな、え、地下みたいなそんな初めましてのホテルで、初めましての土地で地下って思って、地下行けないからとりあえず机の下潜って、で SNS で対処法みたいなの見て、とりあえず窓から離れようみたいな感じで窓から離れて、もう一人部屋だからさ全然わかんなくて、そうで、まあ、携帯持ってちょっとこうやって座ってたんだけど、ショールーム開いたの。そしたらあかりんさんがショールームしてて、で私あかりんさんと一緒に沖縄行ってた。あかりんさんがめっちゃなんか落ち着いてたの、なんかすごい冷静で、なんかもうめっちゃ冷静やったんよ。でなんかそれを見てあれみたいな、なんか私こんなにパニクってるのにめっちゃ冷静ですごいって思って、そっからこう落ち着きを取り戻しておとなしくなりました。でそしたら解除のアラートも来て、そう、え、もう普通にショールームしててめっちゃもうすごかった気づいてたのかな、え、気づいてないとかあるのかな、めっちゃ大きかったけどね音。いやでも冷静だった、さすがさすがやなって思いましたね。うん、そうなんですよ。 Jアラート知らなかったみたい。嘘、めっちゃすごかったよ。ショールームすればよかったよ。いやーなんかちょっと怖くてできなかった、なんか眠れなかったその後が。ショールームしてる時にまた来たらもう多分私はめっちゃ情けない姿を見せてしまうからさ、うん、ちょっとね、それはちょっと見てる方が不安になるじゃん。そうなんですよ、めっちゃ怖かったですね。うん、そう、でもよかった本当に、なんか何事もなくて、なんかあんまり地震とかもこう慣れてないからさ、うん、備えとかないとなって思いました普段から。何事もなくてよかった、ありがとう。めっちゃもうタイミングがもう良すぎてびっくりした。いいって言っていいのかあれだけど、そんなことあるみたいな。うん、そう、でも結構満喫できました。今 J アラート鳴ったとしたら何する？もうね、あの時調べたからね、とりあえず窓からは離れるね。で、耳塞いで目つぶって口を開ける。で、座る。なんか口閉じてたらダメらしい。地下に行かなきゃ。地下ね。地下ないよ。近くには、うん、なんかダジャレみたいになった近くには地下ないよ、ダジャレじゃないです。そう、うん、
か。なんとか、いやそれ沖縄の料理食べたんですよ。もう本当になんか割と初めましてぐらい前てか今年か、今年 PR 舞台で沖縄行ったんですけど、その時ねあんまりこうザ沖縄みたいな料理はソーキそばぐらいしか食べてなくて、結構なんかハンバーガーとかタコスとかは食べたんだけど、で今回はなんかその結構沖縄料理食べて、なんかコースっぽく運ばれてくるその感じで一瞬一品一品食べたんやけど、なんかねまず海ぶどうを始めまして海ぶどうを始めまして、でもうなんか絶対生臭いと思ってたんですよ私。海ぶどう、海ぶどうの ASMR とか見るの好きやったんやけど、絶対青臭いし生臭いでしょって思ってたんやけど、なんか全然匂いなくて、なんかもう匂いとかを感じる前になんかプチプチ終わりみたいな、なんかなんかもう気づいたらプチプチはい終わりですぐらいのなんか軽めの感じで、めっちゃ美味しかったです。海ぶどう味はなかった、なんかソースの味って感じ。なんか梅ぶどう自体に味はなかった。でゴーヤチャンプル食べて、でゴーヤチャンプルの次はなんかフーチャンプルっていう、なんかゴーヤじゃなくてお麩のチャンプルが来て、フーチャンプル、お麩チャンプルだかな、なんかちょっと名前忘れたんだけど、フーチャンプル食べて、フーさんじゃないフーチャンプル食べて、そしたらその後はそうめんチャンプルが来て、ゴーヤでも風でもなくそうめんのチャンプルが来て、そうめんチャンプル食べて、3種類ぐらいのチャンプルを食べて、もうお腹パンパンっていうか、その時点で結構もう連続チャンプル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 で、なんかこの世の全てのチャンプルを1日の15分ぐらいの間に食べ尽くして、なんかあとはすごい甘めのお豆腐とか、あのラフテーとかいろいろ食べました。美味しかったです。もうなんかねいろいろ食べたんやけど、なんか名前が全部もう外国の名前みたいな料理名ばっかりで全然覚えれなかったなんかタロイモのなんかコロッケみたいなのとかも食べたんだけど、もうなんて名前だったか何も覚えてない何も覚えてないですね。でも美味しかったです。みんなもなんか沖縄行くなら今だなって思いました。めっちゃあったかくておすすめ。うん、幸せやった。で最後になんか空港の近くにホテルがあって、そのホテルでなんか温泉入って帰ろうってなって、なんかねなんだっけ、なんとかテラスっていうなんかね立ってなんか飛行機なんか空港の近くにあるんですけど、露天風呂でこう立って空港の飛行機を見ながらお風呂に入れるっていう立ち湯があって、あ、海かじテラスだ、海かじテラスに入りました。なんかね立ち湯なの、普通のお風呂もあるんだけど、こうその立ち湯ゾーンはこうやって立ってもここら辺までお湯がある感じで、こう飛行機とかを見ながらこうやってお風呂入ってた外から見える、え、どうなんやろ。でもさ飛行機からさ上空からさ、あの人お風呂入ってるって見えるかね見えるかね、絶対見えんと思うんやけどはい、無理やろ。でもねおすすめ、女湯は
飛行機が見えた。男湯はどうなんだろう、反対側なのかな、もしかしたら、ちょっと分かんないけど、すごいね、1500円ぐらいでお風呂入れたんでおすすめです。でまあメンバーとお風呂入ってたんだけど、なんかねサウナあるみたいな、でなんか館内アナウンスで今からなんかサウナのあのお水かけるやつ、ロウリュウみたいなあるじゃないですか、それを行いますみたいな、で今年一番熱い風をお届けしますみたいな、沖縄で一番熱い風ですみたいな言われたから、え何それと思って入ったんですよ。でも入った時点でめっちゃ暑かったんやけど、こう座ってさずっと待ってたの、そのロウリュウをね、で熱いなみたいな、息しづらくてさ、もうずっとさなんかフッフッみたいな感じで息してて、そしたらあの店員さんが入ってきて、今からロウリュウさせていただきますみたいな、なんかこちらなんとかの湯ですみたいな、なんかすごい草とか入った草湯みたいなのね入れて、でも本当になんかめちゃくちゃでっかいもううちわを持ってね、こうやって仰いだの。そしたらもう爆風爆風熱風がボーンみたいな駆け抜けて、もうやけどするんじゃないかってぐらい熱くて、この全裸の中もう熱風を浴びて死ぬってなって、でその人が、まあ、結構広めのサウナだったんですけど、店員さんがこう、じゃあ端からまたやっていきますねって言って、こうやってやり始めて、で私ここら辺座ってて、こっちから始めてたんですよ。もうこっち来るにつれてなんかもう地獄の時間みたいになってきて、やばい来るどうしようみたいな、どうしよう来るみたいな、で来て、で私なんかあのね3段ぐらいあるサウナで、私3段目とかに座ってたんですよ。でなんか上の方ちょっと熱くなりますって言われて、えさらにって思って、こううちはバーンってされた瞬間、もう凄まじい熱風がこうブワーンみたいな来て、うわーみたいな、うわーみたいな感じで、なんかもう10人ぐらいいたんですけど、あのサウナお客さんね、もうメンバーで顔見合わせて出ようってなって私たちだけ出ました。出た瞬間めっちゃ気持ちよかった。もう暑いと思ってた沖縄の外がめっちゃ涼しく感じた。そうなんですよ、やけっぽだった。整った、え整ったのかな、どうなんだろう、何をもってして整うって言うんやろなんか何セットも繰り返してないからな、爆風浴びてあの耐えられずに逃げてしまったから、全然。あと私水風呂も苦手だから、あのかけ湯はしたんだけど疲れはしなかった。ちょっともうまだまだサウナには程遠いですね、サウナ体制ないですね。かけ湯してもうそのまま体流して出た。うん、まだまだだな。いやこれをなんか何セットもできる人すごいよね。やっぱ苦しみの先に気持ちよさがきっとあるんだろうね。私は全然お苦手でしたでも楽しかったです。全然サウナじゃないの。でもなんかサウナグッズは可愛いなって思ってて、なんか今さスリコレ、スリーコインズがコラボしてるさサウナのやつなんだっけ、サウナ行きたいみたいなやつ、あれ可愛くてさ T シャツとかさなんかパーカーとか買おうかなって思ったんやけど、なんかサウナ行かんのにこれ着てね、にわかサウナーだと思われたらどうしようって思って買わなかった結局うん、そうなんよ、サウナグッズだけあの買おうか迷う
行かないのに。そうなんですよ、そんなこともありました。でお風呂入ってもう満足して帰りました、飛行機乗って。そうなんですよ。そう、番組でもサウナ入ったことある。あれはね、瀬戸チャレでなんか広島のグランピング施設でキャンプの中で、あ、キャンプじゃない、テントの中でやるサウナもやりましたね。あれはもう暑かったけど整った気がしますね。テントサウナよかった。広島いいね。広島結構グランピングとかね、おすすめ結構いろいろある。まあでも夏の方がいいかな、冬よりは。どっちかって言ったらおすすめです。整いました、整いました。おキッチです、おキッチです、整いました。なんかさ、ねずっちさんってさ、こういうポーズしてるっけって思ったけど、してないか。こんなん五条悟しかしてないよね多分。なんか整いましたとかやってるイメージだったけど、こんな手絶対ねずね、五条悟しかしてないよね。整いました、こんなんしてないよね。なんかやってるイメージめっちゃあるんやけど、ないよね。私の勘違いだよね。ジャケットされたけ、あ、整いましたか、そういうことか。今日さ、お話し会でさ、ひどいの。なんかファンの人がね、なんかおきちゃん今日呪術廻戦アニメ見なよって言われて、なんでって言ったら、なんか私呪術廻戦で七海健人っていうキャラが推しなんですけど、今日七海死ぬよって言われて、今日七海死ぬ日だからアニメで見なよって言われて、なんでそんな。でナナミンはすごい、あの社会人のキャラでめちゃくちゃ働いて時間労働が嫌いなキャラなんですよね。勤労感謝の日にナナミン死ぬよーって見なよーって言われて、あのなんでそんなひどいこと言ういや知ってるよ、私原作読んでるから、そのナナミンが死ぬのは知ってるよ、知ってるからいいけどいいけどいいけどさ、今日推しが死ぬんです、だから悲しい、泣いちゃった泣いちゃった。見届けてきたいと思います、推しの死を。今日あれは面白かったな、本当にいい笑顔で言ってきたんですよ。アニメしか見てないのに、あ、ネタバレが、こんなところで失礼、申し訳ない。もう何も聞かなかったことでしたけど、ななみは行きます、うん、そう、推しがネタバレって何気不思議ようがないよね。そうなんです、最近はもうそんな感じでした。二次被害、二次被害やね。映画見終わったらロビーで話したくなる。え、わかるわかる。なんなら私もう暗くなって、人と聞いてたら明るくなった瞬間喋りたくなるけど、なんかちょっとあんまざわざわする空気じゃないときは、あの出るまで待つ映画。でもこの間レイトショー見に行って、8時ぐらいかな、一人で見に行って、なんかね安かったんよ、めっちゃ。レイトショーかつなんか
その曜日でめっちゃ安くても1100円ぐらいで映画見れて嬉しかったけど、一人で行ったからさ、終わってもさ喋る人がいなくてさ、もうなんかグッとこらえて、なんかもう神妙な面持ちで出て行った。え、安いよね。なんかもう学生時代ぶりにこんな安い値段で映画見れたんだけど。何見たの？ゲゲゲの謎、ゲゲゲの鬼太郎の映画なんだけど、え、めっちゃ面白いよ。なんか鬼太郎全然出てこない、あの鬼太郎が生まれる前のなんかお父さんたちの話みたいな、前日だみたいな。え、でもね、なんか PG12 だったんよ。やけんね、結構グロかった。なんか普通にグロホラーって感じ。なんかね、救いがなくさすぎて悲しかった。けどちっちゃい頃からなんかゲゲゲの鬼太郎割と好きで結構見てたんですよ。4期とか5期とか多分そこら辺のアニメ見てて、ずっと。そう、犬神家の一族という評判。あ、でも犬神家の一族の人が監督なんよ確か。だからめっちゃなんかああいうなんか遺産系とかなんか村の風習みたいな話だった。怖かったけどよかった。なんか特典映像もらったんですよ。なんか多分最初の方に見に行ったから。で、なんか特典映像珍しく、なんか多分ポストカードだったんやけど、なんか中身封じられてて、でなんか鑑賞後に開けてくださいって書いてて、え、どういうことって思って、そんなことあるって思って、じゃあ鑑賞後まで見ないようにしてたんですよ。で映画見て、一人でね、夜見て、終わってこう喋る人もいないから一人でこうさささって映画館出て、バッてこう開けたの、特典のやつ。号泣。なんかもう大号泣。特典までが映画だった、珍しい本当に。え、もうなんか言えないけど本当に特典で号泣した。そうなんよ。なんで、いや、なんか本当になんて言ったらいいんだろう、ネタバレはできないけど、もう本当に絶望で終わったんですよ。終わるのがもう何も救いもなく終わったんやけど、特典商品でちょっとだけ絶望じゃなかった、希望だった、ちょっとだけ。見てよかったってこと。え、見てよかった。え、全然ね、子供向けじゃなかった。多分子供が見たら絶対理解できないでしょみたいな話だった。面白かった。今年はね、映画いっぱい見に行けたから、まだまだ来年もね、見たい映画いっぱいあって、ちょっとね、サーヤンとか誘っていこうかなって思います。おきちゃんの説明うまい、めちゃくちゃ気になる。え、おすすめよ。なんかさ、時代がさ、昭和30年とか、なんか戦後から10年後とかの時代だから、なんかね、いや、私あの時代の男性めっちゃ好きでね、なんか萌えなの。なんかさ、スーツじゃなくて背広なんだよね。なんかまずそこが好きなん、背広っていうところ、かつなんかもう本当にあんま良くないんだけど、もうなんか全然令和とは思えないぐらいみんなタバコ吸ってて、もうなんかお構いなしなん、電車の中とか子供がいるとか、本当になんか昭和の価値観そのままあの映画にしてて、なんかね、今やったらすごいもう多分大炎上っていうかさ、嫌じゃん、なんか電車の中でタバコ吸ってる人とか絶対嫌じゃん。あんだけど、なんかあの時代って考えたら、ちょっとなんかすごいいい世界観に見える。いや、いいって言っちゃいけないんだけど、なんか自分の知らない時代だからさ、なんか、うん、
なんかあんまりなんかね令和とか意識せずにちゃんと昭和で書かれてた。うん、よかった。なんかこうおきぽの中のロマンが刺激された。面白かったっすね。あとあれが見たいですね。シンゴジラ。シンゴジラじゃない、ゴジラマイナスゼロだっけ、マイナスワンだっけ、あれが見たいですね。あれも戦後の話だよね。見に行きたいなって思ってる。昭和ロマン、そう昭和結構好き。マイナスゼロ引いてない、あマイナスワンか。確かにゼロは引いてないね。シンゴジラみたい。シンじゃないのかあれ、シンゴジラ前のやつかは見たい。あとなんだろう、何やってるかな今。映画でもね最近なんかいいね、集中して見れる。シンは前作、あシンじゃなかった、プリキュア。いやプリキュアも見たい。プリキュア、呪術廻戦始まった、だってやばい、今日推しが死ぬ日。じゃあそろそろあれ壇上読もうかな。一人で行くって成長したね。いやーそうなんよね、なんか急に、まあ、行ける時間がレイトショーの時間しかなかったっていうのもあるけど。じゃあ壇上読みたいと思います。13位パパパンナさん、12位師匠さん、11位あっちゃさん、10位山勝さん、9位ペルさん、8位テリーピーさん、7位とうとうさん、6位かずのりさん、5位ジェリーさん、4位バンボシさんでした。実際1回までの皆さんありがとうございます。そして3位こぼちゃさん、2位アルフォートさん、1位がしおさんでした。3位から1枚の皆さんありがとうございました。壇上の皆さん、コメントしてくださった皆さんありがとうございました。今日は勤労感謝の日ということで、全てにおいて働く皆さん、そして今はちょっと休んでる、休職中の皆さんも本当に、全てのね労働を経験したことある皆さん本当にお疲れ様でした。頑張りましょうね。私もあのアイドルっていう仕事で働いてはいるけど、なんかちゃんとした社会人経験は本当にゼロなので、本当にねあのめっちゃすごいなって尊敬してます。お疲れ様でした。うん、ありがとうございました。ゆっくり休んで、また明日から頑張って、そんで土日は休んでください。あと一日だけ頑張りましょう。明日はホグワーツ楽しんでね。もう私12時超えたらスリザリン生だから、ちょっとホグワーツレガシーしないとだから。そうなんよ、いい夢見てね。ありがとうございました。そしてお話し会もありがとうございました。お疲れ様。おやすみやきちゃん、おやすみなさい。バイバイ。ゆっくり休んでください。おやすみなさい、頑張れ。これ切れるか勝手に。こっちに時計があります。なんかこの時間めっちゃ長いんよ、なんか調整できない自分の中で。あ、おはよう、もう切れるかも。